国語教師の秀夫と保健教師の京子は超エリート高校ジャスティス学園の教師である。ある時、二人は学長から付近の優秀な生徒を捜査せよという命令を受けた。まずは下道高校に、次は五輪高校と。先生、どうして学長は私たちにこんなことをさせるのでしょうか。さあ、とにかく余計なことは考えない方が身のためですよ。ああ、これでは日本も腐るわけですね。まあまあ、先生、とにかく下道高校に行ってみませんか。君たちは下道高校の生徒だな。少し聞かせてほしいことがあるんだが。誰だか知らないが、貴様たちに関わっている暇はない。先生、こんな不良生徒を調べても時間の無駄じゃないですか。姉ちゃんよ、色っぽい面してきついこと言ってくれるじゃんかよ。ん？行こう。かかってきなさい。逃げんなよ。ラウンドワン、ファイト。シーハッケケン、シーハッケン、くれな。人間キャンプやるぜ。シーハッケン、こっちだ、こっちだ。人間キャンプ、人間キャッチ、 KO ビクトリー。生徒に手を挙げてしまった。ラウンド2ファイト。シーハケン、人間キャッチ、人間キャッチ、ハッ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 。大丈夫だ、手加減はしておいた。俺たちがこんなことではジャスティス学園の奴らには勝てん。君、ジャスティス学園がどうかしたのか。そいつらがよ、俺たちの総番長をすれ去っちまったのさ。本当だとしたら事態はかなり深刻ね。まあまあ先生、噂かもしれませんから、次の五輪高校で確かめませんか。あなたたちが五輪高校の生徒ね。俺たちに何の用だ。私たちはジャスティス学園の者だ。君たちの仲間は預からせてもらった。まさかそれ、ショーマのこと。だから絶対に許さないからね。かかってきなさい。キックオフ、ラウンドワン、ファイト。ふんふんふん、逃げちゃう。やりたくない。
生徒に手を挙げてしまった。本当だったようですね。手加減はしておいた。悪いが失礼する。待て、卑怯だぞ。最近様子の変な転校生が多いと思ったらこういうことだったんですね。それよりもなぜ学長はバレると分かってて調査を命じたのかしら。まさか私たちの力を利用するため。先生、今すぐ逃げましょう。そうはいかんな。君たちにはこの彼のような運動能力の高い生徒を連れてくる使命がある。また罪のない生徒を。今すぐその子を離してください。かかってきなさい。見極めるとしよう。ファイナルラウンド、ファイト。やるじゃない。準備は良いか。やさぐるわ。私たちじゃ全然歯が立たない。学長、私はいいですから、彼女だけは見逃していただけませんか。残念だが君たちが揃わないとわしの計画に狂いが生じてしまうのでな。だが心配するな。この術をかければ両親の痛みを感じることはない。ジャスティス学園のことを探っているのはあなたたち。彼らはどうやら危険人物ですね。何ですか、あなた方は。人に物を尋ねるときは名乗るべきでしょう。本当無用。
かかってきてきなさい。カウンオケは用意したか。ラウンワン、ファイト。やりたくない。マグリをダウン。生徒に手を挙げてしまった。ラウンド2ファイト。やりたない。なんて強さなのだ。まるで悪魔が乗り移っているようだ。ん、君たちはいい腕を持っている。私たちに協力してもらおうか。私たちの言いなりになるように注射を打ってあげるわね。やるなら僕だけをやれ。ティファニーには手を出すな。ロイとボーマンには働いてもらうわね。私たちジャスティス学園のために。はい、わかりました。頭の中に誰かの声が聞こえる。はい、わかりました、学長。先生、どうしたんですか？急ぎましょう。太陽学園の生徒がジャスティス学園に向かっているそうです。かかってきなさい。ラウンワン、ファイト。ちびった。まずりを手当て。準備はよいよいか。ついてこいよ。まずりを手当て。試合だ。ついてこいよ。マズリをダウン。ビクトリー。生徒に手を挙げていてしまった。ラウンド2ファイト。やりたない。おい、てめえら、母さんをどこへやった。誰だそれは。大地、ここはどこなんだ。やはりダメだな。こいつらも洗脳されてたようだ。私たちが洗脳。ああ、京子先生、大丈夫ですか。京子先生、京子先生、私です。しっかりしてください。あなたは裏切り者。やべえ、洗脳が解けなかったのか。これじゃ俺の手に負えねえ。君、ここは任せてくれないか。私と戦えば正気に戻るかもしれない。おっさん、その体で無茶だぜ。あんたの命が危ねえぞ。
それは彼女を守れなかった私の責任だ。死ぬ死なないの問題ではない。かかってきなさい。診察してあげる。ラウンド1ファイト。あるじゃねえか、おっさん。どうやら正気に戻ったみたいだぜ。先生、すいません。仕方なかったこととはいえ、あなたを傷つけるようなことをして。そうだわ、私は学長に洗脳されて。先生、あなたが救ってくださったのね。いや、そんな大げさなことでは。さあさあ、学長を止めに行きましょう。驚かせてくれる。君たちがここまで強いとはな。学長に雇っていただいたことは感謝してます。しかし、学長のしておられることは許せません。何を言うか。私はこの腐り切った日本を作り変えようとしているのだぞ。確かにこの日本は腐り切っています。でもそうなったのは私たち大人の責任です。生徒たちは正しい道を選ぶ力を持っています。その手助けであるべきです。少子な、青臭い理想論をほざきおって、わしが貴様らの目を覚ましてやるわ。かかってきなさい。見極めるとしよう。ラウンド1ファイト。
準備は良いか、カモノ。しっかりしなさい。準備は良いか、カモノ。マジを追破け。カモノに。雷蔵は倒され、ジャスティス学園の人々は洗脳が解け、正気に戻った。そして、学園には警察の捜査が入り、計画の首謀者である雷蔵は逮捕された。しかし、ヒデオには分かっていた。本当の首謀者は雷蔵ではなかったこと。洗脳事件の後、生徒会長がぷっつりと姿を消してしまっていたこと、戦いによって本当の勇気を生徒たちに教えられた。今度は自分が力になる番なのだ。